アーセナルスミスローを使わないのはコンディション面とあとメンタルだと思いますね。もともとシャイだって言われる選手って大体シャイって選手、あの監督が言葉選んでるだけで戦えてないって時が多いですね。アーセナルで言うとあのオールアナッシングで出てたさタバレスとかスミスローってそのタイプじゃん。で、それが全体的に戦力が整ってない中でそういう選手に出番与えてとか、まあ質見せてくれればいいよみたいな枠あるじゃないですか。 リバプールでいうアヌートとか、ミランでいうラファエル・レオンみたいな。あの、フィジカル強いとか、なんていうんですかね、その、喧嘩っぽいとかそういう意味じゃないですか、戦えてるか戦えてないって。勝敗に直結するような、えー、原則だったり、チームとしての行動を、高頻度でできて、なおかつ他の選手にも精神的な、あの、鼓舞、盛り上げとかをできるかみたいなところで。その選手は11人いなきゃいけないってわけじゃないですけど、多ければ多いほどチーム勝つ。ミルナー力みたいな。 見るなとかプジョルルみたいならで、その要素が低い選手って、あの、質で圧倒的に勝ってないと出れないのね。でスミスローは、質で圧倒的には勝ってないじゃん。ハバーツ入ってきてるし。どんどんそういう質の高い選手がアーセナルでいっぱい入ってきてるから、そんな中で、まあ、怪我も多いし、出番を与えられないって状況かなと思いますね。移籍させたいとか、ローンもあるし、移籍させるんなら買い戻しオプションつけて、そういう選手ってあの、大人になって変わるパターンあるから、 メンタル的なところ。そうなったときに、すごく頼もしい選手なんですけど、現状だと僕は、うん、使われない理由はそこだと思ってます。スミスローはもう、あれですね、あとは定期的な出番得られるぐらい、気持ち強くなれるからですね、メンタリティーのところだと思うんで、プレーセンスあるし、精度高いし、怪我しないこととメンタリティ的なところで、今後もアーセナルだとね、常時出番得られるって環境じゃないから、それでも食らいつけるかどうかだと思いますね。 さあ、こっから、これのクロスの時に、あ、スミスロー、いいとこ行ってった来たうん、いやでも、これやってくれる選手いいね。そう、これなんだよ、これ。スミスローに必要な圧です。まあ、もうめっちゃシャイなタイプって言うけどね。もう言ってられる状況じゃないからな。ハバーツ入ってきて、トロサルもそこにいて。運命の分かれ道に立てますからね、スミスローは。